ありがとうございました。すき焼きこと青、上を向いて歩くをお楽しみいただきました。今回はですね、ちょっとラテン風というか、ブラジル風にアレンジをした、すき焼きをお楽しみいただきました。時間も迫ってまいりました。ここでですね、今日演奏しております音楽隊員の紹介をさせていただきたいと思います。まずはですね、ボーカルからいきます。ボーカルです。アンバー・グライム・キノグソ。キーボードです。デニス・ランバート・ソチョ。ギター、ダニエル・サントス・グンソ。彼はですね、もともとグレンミラー楽団って皆さんご存知ですかね。グレンミラー楽団に入っておりまして、空軍に入る前は、グレンミラー楽団の団員として日本をあちこち演奏して回ったそうです。スティーブ・ヘルマンド、キノグンソです。そして、サックス、それからキーボードもやっております。彼絶対音感持っています。彼もですね、実はグレミラー楽団のサックス奏者として日本全国を回っておりました。グレッグ・フルー、上級フルート。そして皆様のですね、後ろで、この音を作っております、音響担当しておりますブライアン・ランプキン、上級フルート。こちらの、あちらじゃないです、こちらです、ベースをしております、ベース担当。そしてこのグループのグループリーダーです、ジャーニー・ロクロフ曹長。以上のメンバーでお送りをいたしました。どうもありがとうございました。本当にですね、今日は暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。どうぞ皆さん水をね、たくさん飲んで熱中症にならないようにお気をつけいただきたいと思います。その暑いといえばですね、今年の2月なんですけども、我々パシフィックトレンズの方は、国際交流で沖縄の方で演奏をしてまいりました。その沖縄の国際通りにあります、ホールで演奏をさせていただきまして、本当に楽しいツアーでございました。その演奏の前にですね、コンサートツアーの前に、主催者様の方からバションという曲のリクエストをいただきました。沖縄では知らない人がいらっしゃらないというぐらい有名で、本当にもううちの心の歌ということで、練習をさせていただきました。私もですね、実は知らなかったんですけども、聴けば聴くほど心にしみる大変いい曲となっております。どうぞ皆様ご存知の方いらっしゃいますか。で、あれ、いらっしゃらないですか。多分メロディーを聴くと分かると思いますが、もし知っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、この曲一緒に口ずさんでいただきたいと思います。最後の曲となります、アンバーがお送りします、バショーフ、どうぞお楽しみください。